はい、こんにちは。自分の乗ってるスーパーデューク R のですね、タイヤが寿命を迎えたので、今回は、ミシュランのパワー GP というタイヤにはめ替えてみました。見ての通り、手組みで組んだんですけど、やっぱり柔らかいタイヤなので、すごく手組みしやすかったですね。あと、バランス、なかなか良かったです。この辺は当然ね、個体差あるんでしょうけど。で組んでから、早速ねツーリングに行ってみました。パワー GP は、前にもね違うバイクで履いたことあるんですけど、久しぶりにちょっとねパワー GP 履いたバイクに乗ってみてですね、一番最初に感じた印象はやっぱりちょっと前下がりな、こうねフロントタイヤがちっちゃくてリアタイヤが大きい印象があるんですよね。でね、これってねなかなか他のメーカーだとないんですよね。どうしてもこの前に履いてたブリヂストンの S22 との比較になっちゃうんですけど、 S22 はどっちかっていうとね、水平なんですよ。車体がね、前のタイヤと後ろのタイヤの、バランスがちょうど水平な感じになるような大きさで作られて、これねタイヤサイズが同じでもなんか違うんですよね。だメーカーによってプロフィールが違うんですかね、プロファイルっていうんですかね、タイヤの形が違うので、前下がりになったり水平になったりすると思うんですけど、どっちかっていうとだから、S22 は安定志向な感じですよね。一概には言えないですけども、やっぱりバイクって基本的にはフロント前下がりの方が、よく曲がるんですよ。フロント荷重が増えるから。でね、それをサスでやろうとするとフロントの突き出し量を変えたりとか、リアのプリロードを上げてね、締め上げていくと、お尻が上がるので前下がりな姿勢になるんですけども、そういう風にサスペンションをいじらなくてもですね、タイヤの方である程度前下がりの姿勢に補正してくれるってすごくいいことだなと思うんですよね。今タイヤの空気圧はフロント 2.5、 リア 2.5 な感じです。で、純正指定空気圧ですよね、このバイクの。で、乗り心地に関しては、このパワー GP 結構乗り心地がいいとかっていうね巷の噂はあるんですけど、僕はそんなに乗り心地がいいとは思わないんですよね。結構やっぱり細かい突き上げは来るし、クッション性ってそんなに、なんだろうな、スポーツタイヤとかハイグリップ系の中では乗り心地がいいんでしょうけども、例えばロストコルサとかね、あの辺のタイヤに比べたら、確かに前に乗ってたロッコル2に比べたら、若干乗り心地がいいかなっていうレベルですけど、あくまでも若干かなっていうところなので、多分そんなに大差ないと思います。やっぱりあの S22 とか、他のねロード5とかパワー5ですか、あの辺のクラスに比べたらやっぱり乗り心地は若干悪いんじゃないですかね。このタイヤの、サーキット指定空気圧は、冷感時でフロントが 2.1、 リアが 1.9 なんですけど、それはあくまでもサーキットであって、ストリートでね使う分には、僕はこれいろいろな、話があって諸説いろいろあるんですけど、やっぱり乗り比べてみて、そうですね、そこまで要は発熱しないのでタイヤ自体が、やっぱりスタートは標準指定空気圧ぐらいから乗った方が多分気持ちよく走れると思うんですよね。で、やっぱ空気圧高めだとね、やっぱりクイックなんですよ。やっぱりなんですかね、バイク乗れないってない初心者、初心者がこんなタイヤ履かないとは思うんですけど、やっぱりね低空気圧下げるとやっぱハンドルの重さが出るので、こう接地感が出るんですよ、なんとなくね、ハンドルが重くなるから。だけどやっぱり鈍くなるんですよね、空気圧低いと。だからやっぱある程度走り慣れた、クロートさんは高め空気圧の方がおすすめないような気がしますよね。あとそうですね、パワー GP のこのキャラクター的な話をしますと、やっぱりあのスポーツ系タイヤよりハイグリップ系のねタイヤのカテゴリーなので、やっぱタイヤが尖ってるんですよ、タイヤの中央はね。だから、バンキング始めっていうか初期の倒し込みがやっぱクイックですよね。
パタンと寝ますよ。で、寝かし込んでいくと、まあ、ある程度のレベルから安定思考に変わっていくような感じですかね。だから乗り慣れてないと、特にフロントは感じるんですけど、フロントがね、あの普通の、なんだろう、いわゆるスポーツタイヤ S22 とかに比べたら、ちょっと内側に切れ込むような感じは癖としてありますよね。だから慣れてないと、おっと思いますけど、まあ、慣れちゃうとね、すぐ忘れちゃうんですけど、乗り始めはそんな感じがありますね。本当に。もう非常にクイックですね。でもね、やっぱりオートバイのタイヤって悲しいですよね。まあ、車のタイヤってそんなに走ってもハンドリングに変化ってあんまないと思うんですけど、バイクって真ん中が減るじゃないですか。だから履き潰したタイヤから新品タイヤに変えると、うわこのタイヤすんげえ曲がる、すんげえいい、すんげえいいってなっちゃうんですけど、これがねまた悲しいことにね、また5000キロとか走っちゃうと、もうポロッとね性格が変わるんですよね。だから毎回毎回新品タイヤ履くと、わこのタイヤすげえいいなと思うんですけどね、すぐ忘れちゃうんですよね。大体このパワー GP のライフですかね、持ちは、まあ、一般的に平均ですよ、平均で大体、6000キロから、7000ちょいぐらいだと思います。だからなんだろう、まあ、走り方にもよると思うんですけど、コーナーの立ち上がりで低いギアで爆開けするような人はやっぱり減りが早いでしょうね。でこれも面白い話なんですけど、まあ、夏とか特に顕著みたいなんですけどね、あのこれより下のって言い方変ですけど、要はあのストリート向けに振ったパワー5それとパワー GP であんまりあのライフ変わんないんですよね。なんだろうねと思うんですけど、まあ、ちょっと材質が違うんですかね。発熱に対して摩耗度合いが強いのが多分パワー GP だと思うんですけど、夏とかに履くと、僕の知り合いでもいるんですけどね、5と GP で差がないっていう人がいましたね。これからだん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 ね、あのまあ寒くなる時期になるんですけど、あのじゃあところでパワー GP は真冬に使えるのっていう話がねあると思うんですけど、間違いなく、まあ、パワー GP は使えます。結構ね温まりが早いんですよ。だから、まあ、安心して冬も使えますね。これがその一つ上のパワーカップになるとちょっと怖いです。ちょっとね、あ本当にカチカチだなって感じがしますね。はい。高速道路だとやっぱり、まあ、路面がフラットなのもあるんですけど、まあ、速度が上がるにつれてね、やっぱり乗り心地っていうのは良くなりますよね。でただやっぱりこんなこと言っちゃもう身も蓋もないんですけど、まあ、ロングツーリングで、まあ、本当にたまに飛ばす程度の人だったら、僕はパワー GP よりもパワー5の方がおすすめしますよね。やっぱ疲れないと思うんですよ、乗り心地がいいタイヤって。でそんなに絶対グリップも入れないじゃないですか。だからやっぱ結構ね、峠行くの好きで倒すの大好きっていう人以外は、やっぱり街中で乗るんだったら、もしかしたらパワー5の方がいいかもしれないですね。まああと高速道路でもね感じることなんですけど、まあ若干の違いなんですけど、やっぱりちょっとクイックなんですよ、あの中立付近から少しこう倒し込むところがね。だからね、やっぱちょっと疲れるのかな、ロングドライブだと。やっぱりその辺はちょっとだるな、ややツーリング気味の S22 とかパワー5の方が多分疲れないと思うんですよね。新品タイヤからツーリングで500キロ使ったリアタイヤの状態です。これ見て分かるようにね、あのまあアマリングすごいんですけど、まあ、別にね、あの本当にそろりそろりと運転したわけじゃなくてね、これ結局はよく曲がるから少ないバンク角で、まあ、こんな感じで済んでるんですよね。いや曲がんないタイヤって結構ねこじったり寝かしたりしなきゃいけないから結構端まで行くんですけど、やっぱり素直でね、このタイヤはよく曲がると思います。だからね、あのまあこんだけ余ってても普通に走れるような感じですよね。で注目してほしいのはあのパターン、
この GP のパターンってなんか雨に弱そうだなって印象あるじゃないですか。でもこれ見てわかるように、普通のね、ツーリングレベルだとちゃんとその溝のある位置で止まってるんですよね。だから雨が降ってもこのパターンでもね、ちゃんと溝のある位置を走るので雨に強いんでしょうね。それと500キロ走っても冷えが残ってるじゃないですか。やっぱりミシュランの魅力って値段とライフのバランスがすごくいいことだと思うんですよね。取れてるっていうんですか？これ国産のハイグリップだともう500キロも走ると相当減ってると思うんですよね。だからやっぱりミシュランってたくさん距離走る人にとってみればおすすめのタイヤだと思うんですよ。他にもハイグリップはいっぱいありますよ。ただやっぱりさっきも言ったように値段とハンドリングとライフのバランスがすごくドンピシャにはまってんのが僕はミシュランだと思うんですよ。同じくフロントタイヤも通常の、まあ、ツーリングですね。そうすると、使用域はちゃんと溝の中に収まってて、やっぱり雨に強いんだなってことが分かりますよね。ツーリングから2日後にちょうどね、タイミングよく茂木のロードコースの走行日だったんですよ。まあですからね、まあこれ月曜日だったんですけど、有給取って、今回ね、パワー GP のね、インプレッションをサーキットでしてみたいと思うんですよね。で、この日はね、やっぱりね、9月に MotoGP があったので、全然走行日がなくて、やっぱり久しぶりにみんな走りたい人が多いんでしょうね。すごい台数でした。やっぱ一番多いのはね、CBR の RRR ですかね。やっぱお膝元だけあってね、すごい台数多いんですよ。で、まためちゃめちゃ速いんですよね。この日は珍しく、メインスタンド側からのスタートじゃなくて、ダウンフィルストレートの裏にあるね、東ピットからのスタートですね。まあ初めて走るんですけどね、なかなか新鮮でしたよ。1周目っていうかね、まあ最初の週は本当におとなしくね、タイヤ温めていって、でもまあこのタイヤね、本当にウォーマー使わなくても、まあ今日この日は路面温度22度ぐらいあったんですけど、22度もあればね、1周2周すれば十分温まりますから、まあ、そんな感じでね、走っていきたいと思うんですけど。タイヤも温まってきたので、まあそろそろかっ飛ばしますけど、まあ、僕ぐらいの素人だと、まあ、S22 とそんなにね、ピークでのグリップレベルが違うわけじゃなくて、うわすげえグリップするなってのは感じないんですけど、やっぱり剛性感はありますよね、ブレーキング時の。お、前を走ってるのは同じネイキッドのドカティのストリートファイター V4 だ。速えな、さすが208馬力。SS には負けても同じネイキッドのバイクには負けたくないですよね。はい、ごちそうさまです。そうですね、あとやっぱりフルバンクの時は安定してますよね。フラフラしないっていうか、それとやっぱりフルバンクでこう車体の向きを変えたい時にやっぱり向きが変わるのは、やっぱり GP の方が向きがありますね。純正装着の S22 よりは、まあそれは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、練習するにはね、これで十分かなって思いますよね。まあ、上にはパワーカップっていうのがあるんですけど、ああ、1コーナーで1台こけてますね。かわいそうに。今、アウトから抜いていったのは、ジャポニカさんっていう有名な YouTuber ですね。2分ちょっとで走る、めちゃめちゃ速い人ですね。やっぱり3コーナーが一番怖い。フロントがなんか抜けそうですごく怖い。パワーカップ2も履いたことあるんですけど、やっぱりパワー GP に比べたら体感的には2割ぐらいこうグリップするっていうか、自由度が増すっていうか、2割分ぐらいちょっと何しても曲がっていくなっていう印象はありましたね。
ただ、まあ、ツーリングも楽しんで、サーキットも楽しむっていうような、サーキットエンジョイで、もうタイム必死にこう、目三角形にして狙っていくような人じゃなければ、RGB っておすすめなタイヤだと思いますけどね。まあ、この日ね、30台ぐらい走ってて、そのうち5台転倒を見たんですよ。確率からしたらすごい、まあ、冷えごけってわけじゃないんでしょうけど、これからの時期ね、まあ、どん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 気温が下がっていく中で、まあ、地層組の人とかね、まあ、タイヤウオも巻かなくてもしっかり温まってグリップしてくれるっていうことを考えたら、まあ、パワーカップ2よりもこれからの時期、春先までは GP の方が安心できるかもしれないですね。しかしですね、こう言えばですよ、月に2回以上はここに走りに行きたいんですけど、なんかね、全然空いてないんですよ、土日。最近特に。もうだから、平日ね、やってる時を有給使って、なんとか月1回っていうのがね、限界ですよね、もうね。うまくなりたいな。1ヶ月以上空いてここ走ると、もう何て言うんですか、走り始めは楽しいっていうよりも怖いしかないんですよね。で、せっかく1ヶ月前に覚えたことを1ヶ月経ってると忘れちゃってるんですよね。だから全然上達しないんですよ。サーキットですね、2本、まあ1時間走って、まあ、フロントはこんな感じですね。やっぱり、まあ、ちょっと使い切れてないんでしょうね。さらっとした感じですね。もうちょっとこうフロントをうまく使っていけると、もう少しね、発熱して溶けていくと思うんですけど、まあ素人ルールの私だとこんなもんですかね。まあでも本当に比較的ね、摩耗性に対してはいいと思いますよ。今度リアの写真ですけど、やっぱり時計回りのサーキットなので、タイヤの右側ばっかり減ってますよね。左側はコーナーが少ないのでさらっとした感じですけど、結構差が今回はつきましたね。同じくリアタイヤの、まあ、拡大写真ですけど、まあリアはね、全然もう安心してましたね。どっしりして一度も滑ることなく、トラコンランプもほぼつかなく。ただね、まあ、欲を言えばですよ、センターのね、硬いコンパウンドの幅がもうちょっと狭いといいのかな。ちょうどその硬いセンターのコンパウンドと柔らかいサイドショルダーのところのちょっとつなぎのところが一番減るんですよ。要はバイクを起こしながらアクセル開けていくところってやっぱ一番減るんですよね。フルバンクしてるときはアクセル開けないんで、意外とサイドの一番端々は減らないんですけど、一番減るとこってやっぱりこう、バイクを起こしながら真ん中に行く途中のところが一番やっぱ減るので、よく見ると分かるんですけど、そこだけへこんでこう削れちゃってるんですよね。もうちょっとね、パワー GP さんもね、センターの硬いコンパウンドをもうちょっと狭くしてもらって、グリップの高いね、サイドのコンパウンドをもう少し面積広げてもらうともっといいのになっていうのが僕の思いですかね。ちなみに、サーキットの時の空気圧も、今回路面温度が22度で、これもサーキットの指定空気圧に合わせずに、フロント2.5、リア2.5で30分走ってみたんですよ。で、走り始めて30分終わってすぐに、空気圧見てみたんですけど、リアが2.9、フロントが2.7ぐらいまでしか上がってなかったので、どうなんだろうな。そんなにやっぱりこの時期になると発熱して空気圧がパンパンに上がるってことはないみたいですね。ということで、パワー GP に関してね、まあ、好き勝手なことを動画にするっていうね、感じで、今回撮ってみたんですけど、もう最後にね、まあ、ここまで見てくれた方、弱小底辺 YouTuber の私のチャンネル、まあ、ここまで見て、まあ、見れるかなと思った方、もうぜひチャンネル登録をお願いいたしますもん。ね。一人チャンネル登録者が増えることに、私も踊りますから。喜びの舞をするぐらい嬉しいですから。ぜひぜひお願いいたします。では、長らくご視聴ありがとうございました。